どうやら編み方が違っていたようです。はい、皆さんおはようございます。エノンです。はい、ですね、本日何をやるかと言いますと、はい、前回完成しましたこのヘアバンドというかヘアターバンなんですけれど、ちょっとね、編み方違いますっていうコメントがありまして、で、全然ね、本当に私初心者なので、編み方が違う、編み目が違うことにすら気づいていなかったので、本当に、ね、ありがたいなと思いまして、で、考えました。考えたというか調べました。何が違ったかというと、この目なんですけど、ねじり目、ねじり編みという編み方になってますよと。で、普通の編み方、表編み、裏編み。で、私自身は普通に、本の通り編んでると、まあ本とかね、編んでると信じて疑ってなかったんですけれども、まあ調べてみたら違うわ。すいません、申し訳ございません。編み方が違ってました。で、今日はだから本当に基本の基本のキーですよね。表編みと裏編みをちゃんとやらなきゃダメだなということで、編み方をゆっくりやってみようかなと思います。で、自分でね、さっきから編んでみて、なんで違うんだろうと。自分ではね、ちゃんと編んでるつもりだったんですけど、違ってた。で、編み地自体がね、全然違うことに気づかなかったんですよ。もうね。で、さっきね、試しに編んでたんですけれど、下はね、今、この、私が無意識に編んでしまっていた、ねじり編み。で、確かに根元がねじれて、こうちょっとこう、V ってなってますよね。で、上が本当の表編みの編み地。V じゃなくって、こう、オメガっていう、こう、編み地がね、よいしょ。表編みは、編み地がこういう感じになんなきゃいけないんですけど、私が編んでるこの編み地、こうなってますよね。まあ、確かにこの記号通りですわ。この記号通りの編み地でくるっと回っ、こうひねられてるのがわかると思うんですけれども、だから間違ってたんですよ。だから正しくは私これずっと全部ねじり編みしてました。で、なんでこの編み地になっちゃったんだろうっていうところなんですよ。で、だからちょっと今日ゆっくりそれをやってみようかなと思います。知ってる人、わかってる人には本当にね、え、そんなこともって思うかもしれないんですけれど、これが表編みだと思い込んでおりました。でもよくね、写真見ると違うわ、確かに。という。で、うん。確かに。で、なんでこれを不思議に思わなかったのかというと、おそらく、かぎ針編みに近い編み目だったと思うんですよね。うん、だからそれでちょっと私の中でちょっと馴染みのある形だったので、これが普通な表編みだと思ったっていうか、編み地だと思っていた。思い込みですね。思い込みは良くないということで、いや、もう指摘していただき本当にありがとうございます。全然気づかなかった。なので、ちょっとそう、何が私の何が悪かったかも含めて、ちょっと今日はそこら辺をやってみようと思います。で、簡単にね、できるように、私の中で最も簡単な作り目。なので、ちょっと目を作ってみましょう。10目ぐらいか、いいかな。で、まだまだね、至らない点がいっぱいあると思うんですけれど、まあそこは、おいおい、目をつぶっていただいて、本日はとにかく、一番最初の初歩の、表編み、裏編みの仕方ですね。いや、ものすごいちょっとした違いだったんですけど、それがこんだけ大きく出るんだなっていうので、ちょっとね、棒針編みってすごい奥が深いなぁと。よいしょ、まあこのぐらいでいいでしょう。はい、まあこのぐらいでいきましょい。そうなんですよ、そもそも針があって、糸がこういう状態になってて、左側の方が糸が手前に来てて、右側の方に後ろ、針の後ろ通っていく、こういう
針のかけ方にまず なってる必要があると。右側の方が手前、針の手前にかかってて後ろに行く。この状態でずっとね、なければいけないと。で、まあ、裏編みをするとすると、私の問題で多分ね、裏編みだと思います。裏編みをした時に、針入れて、手前にある糸に、下からね、ぐっと持ってきてしまう。この編み方が間違ってました。で、これをやってしまうと何が起こるかというと、もうこの時点でね、ねじれております。見たらわかるかな。この時点で、本当はこうならなきゃいけないんですけど、この時点で、こういう状態に逆にねじれてしまって、糸が針にかかってる状態に、そういう編み地になってしまってました。実は、よいしょ。ここで裏編みをするときにね、糸の、まあ糸はまず手前にありますよね。手前にあって、で、このかかってる糸を、よいしょ、右側からザクッと刺したら、これ、この糸、上に、針の上ですね。上から、上に通してこう引っ張ってこなきゃいけない。そうすると、ほら、右側の方が手前に来て、左側の方が後ろに来るっていう正しい糸のかけ方になります。この時に、針の上ですね、こっち入れてきた今、右側の針の上を通ってる状態で、引っ張ってこなきゃいけなかった。このままこうとやってしまうとねじれると。だからこう、よいしょ。はい。右から入ったら、この針の上ですね。上を通って、これをこの編み方をしていなかったので、単純にねじれてしまったと。よいしょ。意識的にね、ねじり編みをしたかったら、この針のね、入れ方も違うらしいんですけれど、よいしょ。よっ。で、これで、ちょっとこっち側。はい、ひっくり返してみました。ここから表編みをするんですけれども、その前に糸のかかり方を見てると、右側の糸が、手前に来てて、奥に、左の方に入ってる。という状態が続いて、ここら辺りから逆になってます。まあ、最初間違えた方ですね。間違えた編み方をすると、ちょっと糸のかかり方逆になってると。で、あとはここから、はい、表編みしますよ。表編みは、左側から針を入れて表編みをするのに、そのまんま糸を持ってくる。よいしょ。左から糸を入れて、こうやってそのまんま、今度はこっちはそのまんま。そのまんま、後ろ側に糸があるので、それを引っ掛けて。持ってくるとねじれてないですよね。根元がねじれてない。で、右側の糸が手前に来てて、左側の糸が、はい、奥側に来てる。だから私多分ガーター編みをしたら多分ねじらなかったと思うんですけど、こうメディアス編みとしてね、表地に全部表面が見えるようにしたいって思ったら、ちょっと裏編みの仕方が悪かったので、おのずとねじり編みになってしまってたと。これはね、糸のかけ方の本当、上からか取る、かけるのか、下からかけるのかみたいなところだったので、なるほどなと。またね、裏編みしますよという時、親指を
親指で、親指で糸にかけるって感じなのかね。あ、針に。はい。入れた、親指で、こう、手前に、ぐっ、ぐっとかけて、引き出す。はい。入れた、親指で、この針の上に、ぐりっとかけて、引き出す。ってことなんですかね。で、これがね、ねじれてない。これで根元がねじれていない状態で編めますと。だこれを今右手にね、糸かかってる状態で編んでますけれど、はい、よいしょ。じゃあはい、右手じゃ、左手に糸かかってる状態で編みましたけど、じゃあ右手にかけたらどうするか。こう、だこの針の上を通ってほしいので、上を通るように、半時計回りってやつですね。回して引き出せばいい。そうすると、同じ。糸のかかり具合は一緒なので、編めると思います。多分これで、私、これで、こうやっちゃってる。逆でした。こうです。針の上に来るように。針の上に来るように。っていう編み方をするのが正しかったな、ということで。はい。根元がねじれていないの分かります?ここ。ねじれていないので、これが普通の表編みと裏編みになりますよ、と。これはどっちがいい悪いはなくって、まあ好き好きだなと。私もそう思います。好き好きだと思うので、あと、編むものですよね。編むものの性質。多分ね、こっちの方が私の今、感触、編んでみて、感触といたしましては、薄い気がします。なんかねじり編みをしたら、ねじってある分だけちょっとだけ厚みが出る。ので、こっちの方がカシッとしてる。こっちよりは、ちょっと、かっちりしてる印象があるので、ちょっとだけね、しっかり編むのが好みみたいな人の方は、ねじり編みの方がいいのかなとも思います。ただ、こっちはやっぱりシンプルに、フラットな感じで編めるので、だから本当に作品によってどういう編みにしようかなっていう、まあ、歴史的なものだと思うんですけど、いろんな人たちがいろんな編みに挑戦して、いろいろ考えて、で、編んだ結果、なんだろうなと思います。納得納得。なので、これで初めてまともな表編みと裏編みがなんとなく分かった気がいたしますので、次の小さい作品作るときは、だからこれで、今ね、娘に速攻で取られたので、今取り返してきたんですけど、これはねじり編みのターバンということになります。なので、ねじり編みをしないターバンというのも一個作りたいなと思っております。はい、本日はこんな感じで、ちょっと、私の編み方、思い込みというか、ずっとそうして編んできたので、今まさに目から鱗でございました。はい、というわけで、明日はこのね、ちゃんとした編みを使って小さいものを開始しようかなと思っております。それではまた明日。じゃっ